タンムーズ、タンムーズは、シュメール神話、アッカド神話の神、イナンナ、イシュタルの夫である。各国語での表記は、アラビア語、トムズヘブライ語、現代ヘブライ語トムズ、ティベリア式ヘブライ語トムズアッカドゴルズ、ズーズとなっている。この神は、シュメールの牧羊の神、ドゥムジを源とする。その名は、忠実な息子のイ。トムズという名は、アッカドのタンムジから来たもののようで、 初期のシュメールのダム児童を源にしている。これが後に標準シメール表記のズーム児童になり、アッカド語ではズーム児になった。フェニキアではアドニスとなり、後にギリシア神話にも取り込まれた。バビロニアではその名の元となった神、タンムーズを叩いてタンムーズの月が決められた。現代のユダヤ歴はバビロン補修以降のものが元になっているので、ユダヤ歴でもタンムーズは、 月の名前の一つになっている。古代の中近東や英華海沿岸地方では、下死の到来とともに複合を行う習慣があった。バビロニア人は、昼間の時間の減少と夏の炎熱が死に始める時期を、タンムズニム一日間の葬式を挙げることで区切ったのである。その儀式は、エルサレム寺院の扉にすら見られ、改修を進めるエゼケールをおののかせた。次の場面では神殿に背を向け、 東を向いて拝む男たちの姿が描写される。これらのことから、タンムーズは太陽神であると考えられる。シュメール王名表では、ドゥムジの名を持つ王は二人いる。数とは、洪水の前にバドティビラを治めていた五番目の王、羊飼いドゥムジ。二人目は、ウルク第一王朝の第三の王として、漁師、ドゥムジ、クアを百年間治めたと載っている。 これらはたびたび混同されるが、シュメル神話においてドゥムジとイナンナの息子であるルラル、神はバドティビラの主神であり、ルラル神を祀るバドティビラのエムシュカラマは古くはドゥムジを祀ったものであるとされているため、洪水前のバドティビラ王である羊飼い、ドゥムジをイナンナの夫ドゥムジとするのが定説である。いずれにせよ、イナンナと羊飼いドゥムジットとの恋愛模様に、 関係した多くの牧歌的な詩と歌が残っている。1963年に復元されたテクストには、イナンナとドゥムジの球根が優しくも率直な言葉で、エロチックに衝述されている。イナンナが、姉妹エレシュキガルの支配する地下世界であるクルに向かったとき、そこを自分のものであると考えたという。イナンナ、イシュタルは7つの門を通ったが、 一つの門を通るごとに送信具を一つずつ置いていく必要があった。その結果、七番目の門を通過した後は全裸になっていた。その後、僭越なことをしすぎるなという忠告にもかかわらず、イナンナ、イシュタルはエレシキガルの王座に腰を下ろしたため、冥界のアヌンナキの裁きが下り、死をもたらす両目で見つめられて、イナンナ、イシュタルは針にぶら下がる死体と化した。 イナンナの忠実な召使いは他の神々に助けを求めたが、答えたのは剣士に延期、エアのみであった。延期とエアでは生き残らせる二つの神に違いがあるが、イナンナ、イシュタルの復活という目標は共通していた。延期、エアは自身の体から作り出した従者をクルに送り込み、イナンナ、イシュタルに生命の食物と生命の水を与えて蘇らせた。ところが、 魂の保存則によって、イナンナ、イシュタルの身代わりとして、来るに残す、誰かを探さなければならなかった。彼女は、神々一人一人に当たったが、除名を嘆願する神々を強引に身代わりにするほどに、冷酷にはなれなかった。そこで、彼女の王座に居座るドゥムジ、タンムズを見ると、恋女房であったはずなのに、彼は明らかに彼女に消えてほしくてたまらなさそうだった。ため、俄然、 イナンナ、イシュタルは彼に死神を押し付けた。ここで、アッカドの文書は、タンムズの姉妹ベリリを導入しようとして失敗している。彼女は、タンムズの死を嘆いて、身につけた宝石を外し、タンムズ他、死者の復活を求めるものとして、初めて紹介されるが、ここには、混乱が見られる。シュメールの文書の一つにベリリの名前が現れるが、 そこでは、ドムジの姉妹は、ゲシュティン・アンナという名前になっており、ベリリは他の老女の名前として用いられている。この老女は他の文書では、ビルルと呼ばれている。ともかく、シュメールの文書は、ドムジがゲシュティン・アンナの下に逃れたこと、彼女はドムジをかくまおうとしたが、結局は死神に対抗しきれなかったことを記述している。死神は次々に、ドムジのところに現れ、 老女ビルル、または、ベリリの協力を得たと、おぼしく、ついには彼を捕まえ、明快に連行する。ところが、イナンナはそれを後悔するようになっていた。イナンナは、ビルルと殺しに携わったその息子ギアギラ及びギアギラの伴侶、シルに対する復讐の機会を伺った。イナンナは、ビルルを、川製の水入れに、ギアギラを、砂漠の守り神にし、シルは、 砂漠の脅威が及ばないように、然るべき儀式が常に取り行われている神張ることとなった。結局、イナンナは不憫に思い、決意を曲げて、夫、ドゥムジを生き返らせることにした。一年のうち六ヶ月は、ゲシティアンナがドゥムジの代わりに、来るにいることになった。ドゥムジ、タンムズがこうして地上から消えることと、季節の変化が関連づけられ、植物の周期の神、 すなわち死と再生の神の一柱となった。最初に発見された文書に基づき、以前はイシュタル、イナンナの冥界下りは、タンムズ、ドゥムジの死の前ではなく、後で、目的もタンムズ、ドゥムジを救うためだとされていた。インターネット上で後半に出回っている、エム・ジャストロのディセント・オブ・ザ・ゴッテス、イシュタル・イントゥ・ザ・ロワー・ワールドでもおなじみである。 1963年に復元された新しい文書では物語の様相を全く意にしているのだが古い解釈もまだ通用している。イナンナの加工について新しい発見があっただけではなく、イナンナとドゥムジの球婚についても1983年に初の英訳と注釈が出版された。これはシュメール研究者のノア・クレイマーと 民話研究家のディアネ・ボラーグ・ジュティンの共同研究の成果である。イナンナの恋人である羊飼いのドゥムジオは結婚のプレゼントとして桶に入れたミルクを持って行ったが、その際、両肩に結んで運んだ。イナンナとドゥムジの神話は、リンディスファーンシンポジウムのテーマとなり、ザ・ストーリー・オブ・イナンナ・アンド・ズムジ、フロム・フォーク・テール・ツー・シビライズド・リテラチュア、エイリンディスファーンシンポジウム、 そして公開された。ありがとうございます。